ジョン・レノンの悲劇的な死の内幕衣装、余波、そして殺人者の死因の暴略。ジョン・レノンの最後の演奏から50周年を迎えるにあたり、デイリースターは彼の死と、彼の暗殺にまつわる悲劇的な出来事を振り返る。20世紀を代表するミュージシャン、ジョン・レノンは1980年12月8日、マーク・デイビッド・チャップマンによって無残にも撃ち殺された。 このように象徴的で影響力のある人物の人生が40歳という若さで断ち切られ、世界は震撼し、沈黙にくるまれた。その衝撃は世界中に伝わり、ファンはこのようなクリエイティブな人物の喪失を嘆き、もう一度彼のライブを見る機会を奪われた。1972年にマディソンスクエアガーデンで行われたジョンとオノヨコによる最後のフルコンサートとなっていった。ハワイ生まれの警備員。 マーク・デイビッド・チャップマンは、犯行当時25歳で、熱心なビートルズファンであった。彼には善科がなかった。彼の人生の主なインスピレーションの一つは、J.D. サリンジャーの1951年の小説ライムギハタで捕まえての主人公で、世の中のインチキについて繰り返しコメントするホールデンコールフィールドであった。マークは、レノンのライフスタイルと、 1966年に彼が発した悪名高い発言に夢中になった。ジョンは、ビートルズはイエスよりも人気があると発言し、世界中で物議を醸した。そして、彼の曲ゴッドとイマジンの歌詞と共に、マークは殺意を抱くまでに激光したのであった。マークはハワイから殺人兵器を輸送しました。彼はホノルルからニューヨークへ飛び、到着するとジョンのニューヨークの住まいへ向かった。 チャップマンは、ジョンの息子ショーン・レノンがウバと散歩から帰ってくると、ジョンの手を握って、ジョンの登場を待ち続けた。ジョンは建物を脱たが、マークはその機会を逃がさずサインを求め、後に彼にはとても親切で我慢強かったと語り、ジョンのことをとても心がこもっていて、まともだとまで言っている。ジョン・レノンは、ニューヨークの住んでいた場所のすぐ近くで撃たれ、致命傷を負った。 マーク・デイビッド、チャップマンがレノン夫妻の帰りを待っていたとき、ダコタアパートメントのアーチで襲撃された。ジョンはヨう子と一緒にいて、最後に住居に車を止めたときに撃たれたのです。チャップマンはジョンに5発の弾丸を打ち込みみ、警察が現場に到着するまでライムギハタで捕まえての抜粋を声に出して読み上げ、そこからジョンは病院に運ばれたが到着時に死亡が確認された。 ジョン・レノンの悲劇的な死の内幕衣装、余波。ビートルズは天文学的な数のファンを持ち、史上最も影響力のあるバンドとして広く知られている。事件現場となったジョンのアパートの前には大勢の人が集まり、少なくとも3人のビートルズファンが殺された後に自殺したと抗議の看板を掲げていた。伝説のミュージシャンは仮装され、位牌はセントラルパーク周辺に巻かれたが、葬儀は行われなかった。 その代わり、ヨーコは恋人の死を遠み、10分間の黙祷を世界中で行うよう要請した。レノンが生まれたリバプールでは3万人、セントラルパークでは22万5千人以上の人々が集まり、黙祷を捧げた。ヨーコは今でもジョンの命日には、ダコタのジョンの部屋の窓にろうそくを立てる。ファンはジョニー・エノンの死に取り離乱した。チャップマンは罪を認め、20年から終身刑の判決を受けたが、 2000年に戻って仮釈放の資格を得た。それ以来、11回仮釈放が却下されている。ジョンの遺言については、1998年5月に息子のジュリアンがテレグラフ紙の取材に答えるまで、ほとんど知られていなかった。彼は、イボアニのショーンが父親の財産のほとんどを相続することになったので、自分は排除されたと感じたという。ジュリアンは25歳になったとき、 年間2,400ポンドと5万ポンドの信託基金を受け取ることになっていたが、当時のジョンの純資産は約2億2,000万ポンドだった。